今日のお話はですね、なんとですね、私の書いた本だとか関係する資料というものが、このハーバード大学の法科大学院の教授、マーク・ラムザイア教授の論文から引用されてる。で、引用どころかね、なんかほとんどなんかこの論文の核みたいなのになってるぞっていうことを最近知りまして、それで皆さんにご紹介したいと思うんですね。よく論文っていうのはね、どんだけ引用されるかっていうところで価値があるって言うんだけども、まあ私が出してるのは論文っていうほどのもんじゃないしね、そういうね、権威とかどうでもいいんだけども、やっぱりこうやってね、最先端の研究に活用されてるっていうのは嬉しいもんですよね。で、もちろんこれハーバード大学なんでこれ英語なんですよね。私も英語はあんまし得意じゃないんだけど、ちょっとね、概要とか読んでみたんですよ。で、この論文何を言ってるかっていうと、1969年から2002年まであった童話対策事業、その中のまあ補助金だとかね、個人給付施策というものが、部落に暴力団、反社会的勢力を引きつけていたんじゃないかと。そして補助金が終わった途端に、部落から人が若い人が特に出ていっている。で、なおかつ都市部では、地価が逆に上がっていると。つまり、まあ、童話対策事業というものが非常に悪い影響を与えてたんじゃないかということを主張してるんですね。これはもう解放同盟とか絶対起こってるだろうし、まあ、役所なんか無視するでしょうね。法務局がこんな話無視するでしょうね。で、これもただただね、まあそう思いますみたいな話じゃなくて、ちゃんとデータを使って主張してるんですね。で、そのデータっていうのが全国部落調査なんですよね。ちょっとこの論文の見どころ、ここですね。ここで部落の場所っていうことについて、触れてるんですね。で、ここにね、鳥取ループ、ワン、達彦、宮部、ブリーフリ、ポスティってドキュメントって書いてあるでしょ。まあ、ここ何が書いてあってる何が書いてあるかっていうと、まあその研究にあたって部落の場所っていうのを特定しようとしたと。つまりその部落のある自治体から人がどれだけ動いてるかっていう調べるためには、どの自治体にまあどれだけ部落があって、どれだけ部落民がいたかっていうことは分かんないといけないので、そのための資料としてこの1936年の全国部落調査を使いましたよと。で、それを、投稿したのが、こう、鳥取ループこと宮部達彦という人物ですよっていうことがここに書いてあるわけですね。はい。まあ、ざっくり言うとそういう話です。それで、まあ、裁判とかのことも書いてあるんだけど、まあ、それはそれとしてですね、とにかくこの全国部落調査の資料っていうのは、まあ、非常に重要なもので、それとですね、あと、童話地区域に上がってた、まあ、各自治体のね、部落の分布だとか統計資料っていうのも活用しましたよと。うん、で、まあ、係争中なので、ちょっとその文書の、詳しい内容とか名前とかは、あえて触れないけども、とにかくその、まあ、正確な資料であることは間違いなので、少なくとも、まあ、行政が出しているものですからね。だから、まあね、一応その正確性の検証とかそういうのもね、ちゃんとね、計算してね、求めてるんですよ。なんかその、相関係数とかね、ちゃんと計算して求めてるんですよ。だから、その、一応ちゃんと学問としてやってるっていうものですね。ということで、まあ、全国部落調査とかね、関連資料、私が集めてた資料が、すごくこの研究に役に立ってるっていうことです。まあ、こういう研究ってなかなかやんないですよね。というか、そもそもこれ、ね、童話行政とか解放同盟に批判的な内容ですから、そういうものを日本の教授、学者っていうのはなかなかできないと思います。で、それだけじゃなくてね、童話と在日とかね、あと自転車のウェブ版の記事なんかもね、実は参照されててですね、まあ、ここにいろいろ書いてあるんですよね。ちょっと英語で書いてあるんでね、難しいかもしれないんですけど、ここなんかだとね、すごいこと書いてありますね。解放同盟が、糾弾して脅した企業からね、その従業員数に応じて、金を巻き上げてるって話ね。童話問題企業連絡会ですね。年間いくらかとか、そういう話もね、がっつり書かれてますね、これね。うん、鳥取2011。これはまあ、2011日に私、鳥取ループが書いた、文章を引用してるってことですね。うん。まあ、解放でも起こるかもしれんって、これ事実ですからね、その、糾弾した企業から金を引っ張ってるっていうのは。だからそういった、
この同和行政の補助金っていうものがですね、反社会的勢力、まあ、暴力団、さらにはこういうね、うさんくさい人権ビジネスをする人たちを引きつけてしまって、で、まあ、それでね、2002年にその、まあ、そういう補助が終わって、その途端にね、だいぶ、その反社会的勢力は離れて、それで、ブラフというものは正常化していったんだけど、まだまだね、それが影を落としてるっていう内容ですね。で、まあ、これね、最後の方にはちゃんとね、数値計算したような表もあってね、どういうふうにそのブラフから人が移動してるかっていうこともね、いろいろ検証した、統計資料なんかもね、この論文にはついてるんですけども、まあ、でも、直感的にもね、私が大体聞いてきたような話と、一致してますね。同和会の人なんかから聞いたんだけど、やっぱし、同和行政をやってた頃っていうのは本当ひどかったと。その同和会のね、その、なんかまあ集会なんかがね、本当にもう暴力団の集まりみたいな状態で、要はその入れ墨入ってたり、根性焼きあるような人が集まってたんですね。それで、行政の人ももう嫌がってこないっていう時期があったと。ところがその2002年にね、この同和行政が終わったら、さーっとね、もうそういう人がいなくなったっていうんですね。だから、やっぱりね、そのあたり、私が聞いたような話を、この、なんとこのラムザイヤー教授が、ちゃんとね、数値的にね、データから検証してるっていうすごい、論文なんですよ。うん。ちなみにラムザイヤーさん、まあ、この、日本のね、こういう資料を引用できたのも、ラムザイヤーさんは日本語できるんですね。なんか子供の頃は一応日本に住んでたそうなんですよ。日本生まれで。ということがあってね、まあ私の資料が引用されてるっていうことです。だからあんなね、差別をやってるか、トットルームなどの資料を使う時点で、この論文はデマ論文とか電波論文とか言うけど、まあ、はっきりして僕は別にね、そう間違ったこととかデマを書いてるから怒られてるんじゃなくて、本当のこと書いてるから僕は怒られてたりね、裁判で訴えられたり、仮処分食らったりしてるわけだから、このラムザイヤーさんが、その、まあ、私の資料についてね、まあ、裁判とかいろいろケースはあるけども、その、信憑性という意味では信憑性はあるのは間違いないというふうにいろいろ書いてるわけですね。だから非常にラムザイアンさん、これ、事実としては正しいことを書いてると思います。ということでね、この論文ぜひね、皆さんもね、これ検索したら出てくると思いますよ。なんていう名前の論文だったかな？アウトキャスト、ポリティクス&オルガナイゼーションクレームインジャパン。まあ、これで検索したら出てきますよ。で、英語苦手な人もね、今、Google 翻訳とか DeepL とかすごいね、精度よく翻訳できるんで、ぜひね、これね、興味ある人見ていただければと思います。ということで今日はね、私のなんか資料がハーバード大学の、論文に引用されてるぞという、まあ、そういうお話でした。